東熊本関、東熊本関。はい、ということで熊門がやってました。私に塩をまかないでください。土俵をね、はい、清めていただきまして、はい、貫禄たっぷりの熊門関横綱でございますね。はい、ここからはですね、くまモンの不知火型を少しお楽しみいただきたいと思います。よいしょよいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、ありがとうございました。ということでね、くまモン力士による不知火型お楽しみいただきました。くまモン帰らないよ。くまモンスクエアチャンネル始まってますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、失礼失礼。ということでね、はい、ということでね、今日はくまモンにね、この力士モンの姿でやってきていただいたんですが、こちらで今日はくまモンスクエアチャンネル始めたいと思います。皆さん改めましてこんばんは。くまモンスクエアチャンネルのお時間です。この番組は熊本県の営業部長兼幸せ部長として、全国を、そして時には海外をも飛び回っているくまモンの活動拠点であるここくまモンスクエアから、熊本のことを、くまモンのことを、そしてくまモンスクエアの最新情報をお届けしてまいります。そしてね、まあ、ね見合って見合ってしないよどうすこいどうすこいしないのあのね、始まりましたね。はい。あ、私強かった？あらららら、ちょっとね、帰ってきてくださいよ、くまモンさん。ちょっと今からね、くまモンスクエアチャンネル始めますけれども。いや、何にもしてない。何にもしてないよ。ね、くまモン飛んでっちゃったけど、私、うん、お相撲してないですね。大丈夫？怖くないよ。はい、ちょっと進めていいですか？はい、ということでですね、くまモンがなぜこのね、歴史門の姿でお衣装で来たかと言いますと、11月にですね、開催される、大相撲九州場所にちなんで、ここくまモンスクエアでは、なんと11月にですね、くまモンスクエア秋場所の開催が決定しました。イエ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 イどすこいどすこいね、もう最強のくまモン力士とともにお届けしてまいりますけれども、期間はですね、11月9日の土曜日から11月24日の日曜日までとなっております。そして期間中の土日祝日は、なんとくまモンがね、このかっこいい力士モンのお衣装で登場してくれますのでね、ぜひぜひこのね、素敵な姿を見にくまモンスクエアに遊びに来てください。そしてこちらのね、円形ステージがまさにくまモンのね、土俵になるかもしれません。戦い今日はしませんのでね、はい、お願いいたします。はい、ぜひ皆さんも楽しみにしていてください。そしてくまモンスクエア秋場所の開催を記念して、食いしん坊な力士モンの缶バッジ、それから缶マグネットが登場しますよ、ね、こちら新作となっておりますので、ぜひぜひ皆さんね、ゲットしていただきたいなと思います。そしてくまモン、やはり強さの秘訣は丼ご飯でしょうか。うん、その通りだごっさんですもん、ということでね、缶バッジの方にもごっさんですもん書いてありますのでね、ぜひチェックしていただきたいと思います。そしてですね、さらにくまモン関一押しの企画があるということで、うん、こちらはね、お相撲パフェが期間限定で発売となります。イエイエイはい、こちらはですね、くまモンなんと、重量、大関、横綱とサイズがね、選べるみたいですよ。すごいよね。うん、くまモンはもちろん何食べる？横綱いっぱい食べたいね。
うん、横綱最後の、ね、横綱を食べたいということですけれども、はい、今日はちょっと用意できなかったんですがごめんなさいね、今日はちょっと横綱さんごめんなさい用意できなかったんですけれども、ただくまモンスクエアでですね、過去さまざまな激闘を繰り広げてきた紙相撲対決がくまモン秋場所ではあるみたいなので、それにそのね、うちにはくまモンが紙相撲になっちゃってるけど、そうはい、優秀なスタッフがいますんでね、ぜひくまモンと対決をして、くまモンが勝てばこのパフェをね商品としていただけるかもしれませんので、はい、頑張ってください。うん、頑張るはい、熱烈なね戦いをぜひぜひ皆さん見ていただきたいなと思います。そして詳しい情報はですね、くまモンスクエアのホームページにアップしますので、ぜひ皆さんチェックもお願いいたします。ということでくまモンいくよね、ぜひぜひ11月のね、くまモンスクエアにもぜひぜひ皆さんお越しください。お待ちしております。あ、ドスコイドスコイだ、ドスコイドスコイ、ごめんドスコイ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 、くまモンスクエア最新情報、イエーイ。さて、ここからの時間は私清家とアシスタントの添田がくまモンスクエアスタッフより最新情報をお知らせいたします。まずは早いもので今年も残り2ヶ月となりましたが、この時期のお楽しみくまモンの来年のカレンダーが発売となりました。すべて熊本在住の写真家宮井正樹さんがくまモンと一緒にフランス各地を回って撮影されたとっても素敵な写真が盛りだくさんとなっております。こちらは数量限定となりますので、お早めのご購入をお勧めいたします。続きまして、オープニングで発表した相撲企画です。11月9日土曜日から11月24日日曜日の期間でくまモンスクエア秋場所の開催が決定いたしました。期間中の土日祝日はくまモンが力士モンの衣装で登場いたします。そして期間限定でお相撲パフェが発売されますよ。お相撲パフェは重量、大関、横綱とサイズアップしたパフェになっておりますので、皆さんどうぞお楽しみにしていただけたら嬉しいです。そして新グッズの情報です。ドスコイ力士門の缶バッジと缶マグネットが11月9日に登場いたします。くまモンのドスコイ感がたまりませんね。さらに人気の力士門グッズの紹介です。皆さん、くまモンスクエア秋場所にぜひ遊びに来てくださいね。次に、そしてクリスマス企画ですね。今年も11月2日から期間限定でくまモンスクエアオリジナルのクリスマスグッズを販売いたします。まずは新グッズの登場です。11月2日モンタクロースの缶バッジと缶マグネットが登場いたします。さらにクリスマス限定グッズをご紹介いたします。くまモンスクエアクリスマスミニタオル800円、クリスマスフェイスタオル1800円、クリスマスポストカードシリーズ6種類160円、フトカアキリルキーホルダーモンタクロース820円となっております。クリスマスグッズは期間限定となりますので、お早めにお買い求めください。そしてイベントのご案内です。昨年福岡埼玉で開催され大好評だった僕くまモン展ですが、今年は大阪での開催が決定いたしました。くまモンスクエアのグッズの販売も決定いたしましたよ。皆様ぜひ遊びに来てくださいね。楽しみだね、くまモン。詳細はくまモンランドのホームページ等でアップされますのでチェックもください。以上、くまモンスクエア最新情報のコーナーでした。エンディングと
ということで、さてお届けしてまいりましたくまモンスクエアチャンネルいかがだったでしょうかということでね、くまモン今日も頑張りましたね。うん、力士もかっこよかったよ、うん、すごいかっこよかったドスコイじゃないよね、皆さんもねかっこいいねくまモンが見れて嬉しかったんじゃないかなと思いますけれども、さあさあI love you ということでね、投げキスいいですね上機嫌なくまモンさんとエンディングをお届けしてまいりますが、さあくまモンいよいよね秋らしくなってきましたよね。うん、で秋といえばスポーツや芸術にねぴったりの秋ですけれども、ね、お腹さすってんの、お腹すいたの、うん、あ、スポーツ芸術もあるけどくまモン的にやっぱり食欲の秋ガツガツガツねしっかり食べてね、熊本のね秋の味覚をね堪能したいよねということで、はい、あの皆さんもぜひぜひ熊本にお越しの際は、熊本のねうまかもんを食べて熊本と一緒にね、元気にこの秋も乗り切っていただきたいなと思います。はい、そしてくまモンスクエアでは、くまモンスクエアのね秋場所が始まりますので、ぜひぜひねでかっこいい力士もんをね見にくまモンスクエアに遊びに来てください、そしてねくまモンスクエアで日本の文化とスポーツも体感してみてください。はい、素晴らしいです、四股ですね、うん、かっこいいよくまモン、ちょっともう回しないけどね、うんお着替えしちゃったけれどもね、はい、ということでですねくまモン、次回のスクエアチャンネルの配信は11月29日金曜日の18時を予定いたしております。皆さんぜひぜひ次回もチェックマンお願いいたします。ということで以上くまモンスクエアチャンネルでした。また見てはいよー、どすこい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 来てねー